本当に実物見るのは全く違いますんで、そうですね、またこれを見ることによって刺激を受けて技術的なことなんかも上がるかもしれませんからね。そうですね、ぜひともご覧になりに来てください。さあそれでは両選手の対戦となるわけなんですが、もう最初に聞いちゃいましょう、見どころ教えていただけましたでしょうか。その時にその選手が、クレアンガ選手と対戦した時にですね、はい、ほとんどスーパーサーキットで負けてなかったんですよ。ところが世界選手権の時にはクレアンガ選手が前陣でもうほとんど攻撃しましてね、はー、なるほど、後ろ下がらないんですよ、バックに来たボールを下がってドライブをやらないで前でほとんどバックハンドで対応してたんですよね。だからフラットに近いバックハンドスマッシュに近いボールで対応していったわけですよね。はい、それで普段とは全く違うクレアンガが出てましたよね。それで勝ち上がっていったんですけど、なるほど、さあ第1ゲームがスタートいたします。サムソノフ選手からのサービス、ストレートに返した、返しましたね、から持ち上げているんじゃないもんですから、さあ素晴らしい、素晴らしいです、今言ったように技とね、それからなんていうかな、力の対決みたいな感じですよね、そうですよね、このスマッシュ、ボール、上体のこうひねりっていうか腹筋とか背筋なんかすごく、回転をかけるのも、ああすごいドライブです。あっという間、これはグルーの時間の問題があるんですよね。ですよね、はい、これバッケ回り込んでこれ全力なんですよね、はい、サムソノが帰ってきた、これがよく反応しました ね、 ね、もう体はな、上位12チームに入らないと上位のリーグに入る、はい、だから厳しいですよね。レシーポイント、バックハンドドライブ、あ、伸びた、お、最後はフォア側、お、さあクロスに、あっとオーバー、クンガの押してたんですよね、はい、バックハンドとして、はい、ここからフォアハンド攻撃でフォアへ攻めていくわけですよね、はい、これでちょっとオーバーするんですね、はい、そうですね、打っていかないと入らないんですよね、バックハンド、
素晴らしい。そうですね。バックハンボールを。これはちょっと見られないラリーですからね。世界選手権とかオリンピックでも見られないですよね。見られないですね。あ、手前が切れてますね。あ、まあ、はい、スローですから仕方ないですね、はい、これでフォアへドライブをやって、これが何球も続くんですね。そうですね。これで前へ出てくるんですね。でバックハンドスマッシュ、はい、いやこれはちょっと驚きですね。そうですね。だからチャンピオンシップディビジョンっていうような形で、チャンピオンシップだから番狂わせっていうか、あっというところが優勝するっていうのはなかなか難しいかなと思います。うわーすごいですね。すごい、うん、本当そうですよね。ストレートにボールを返した。おお素晴らしい、ダイビングツイストリックだ。あっと最後オーバー、はい、フラットに当てていくわけですよね。ネットっていうのはね、ですから回転の変化もつけてるんですよ。入ってます。わずかに横、わずかに、お、返ってる、素晴らしい。今バックバック、おストレートにボール運んだ。ばっかり出ますけどね。そうですね。あーとかうわっとかっていうね、なんか回数になってみたいですけど、なってないみたいですけど、やっぱそれだけすごいですね。これで入れちゃうんですからね。で解いて前出てスマッシュですね。また、はい、あの場合練習時間の問題を言ってましたですけど、はい、ラケットを持たないでやる期間も2週間ぐらい特別にいいしね。今ボール。ネットに当てて。うわ。バックハンドドライブ攻撃。それをカウンターで返してますよね、今のなんかは。攻めていってますよね、サムソノフが。あっと、わずかにオーバー。いたします。さあこのスローモーションのシーンをご覧になってください。あの時にラケットがよくこう、あ、 これはストレートよ ねスマッシュ、うん、あサムソノフ見ております。3球目、いやしかしミキさん、こういう試合がまだこの東京 市で2節あるんですか。ネットに強ネット越え、上体の力で持っていきましたね、はい、わストレートにバックハンドドライブ、それバックハンドドライブ、返球がオーバー。したがってサムソノフ選手対クレアンガ選手の試合は4対3でクレアンガ、サムソノフ選手が勝ちました。
ということで2003年、シーズン第7節の優勝者はサムソノフ選手です。